皆さんお疲れ様です夕方のひととを楽しくするちょっとゆるめの情報番組プッシュアップイブニング火曜日は私ワロップ放送局アナウンサー金谷舞がお届けします本日は九月二十五日火曜日ですなんだか少しお久しぶりな気がするのは先週は私が急遽お休みを 体調不良でお休みをいただいたからですよねそうで先週は本来ならば放送しなければいけなかったんですが体調不良のため急遽お休みをいただきましたで先週の火曜日は「プッシュアップイブニング」月曜日を担当されている大東萌絵さんが代打で出演していただいたということで大東さんありがとうございましたそしたそて皆さんん先週はすいませんでした でももう元気になりましたので今週は2週間分元気をお届けしたいと思います本日が9月25日ということでもう9月も終わりに近づいていますなんだか早いですが皆さんいかがお過ごしですかもうすっかり夏を通り越して秋になりましただんだん涼しくなってあの着る服なんかもだんだん変わってきたのではないかと思います私もやっぱり秋物の服を着るようになりましたし 女性はタイツを履いたりブーツを履いたりとこれからどんどん秋のおしゃれが楽しくなってくる頃ではないのかと思いますさて本日のお天気に行きたいと思います今日のスカイツリーのお天気は曇り気温は24度明日の予報は曇り最高気温は26度となっています昨日の夜から今朝にかけてすごくものすごく強い雨が降っていたんですが今は止んで 曇っていますで明日も曇り今週は1週間週末まですっきりしないお天気が続くということです秋晴れが見たいなと思ったんですが昨日の秋晴れはなかなかしばらくは見ることができそうにもないですそして皆さん今日は寒いですね昨日から昨日から3度から5度も気温が低くなっているということです 昨日はちょっと真夏のような陽気でもあったんですが今日はすっかり秋の陽気になっています皆さん気温低くなっていますので体調を崩さないように気をつけてくださいでは CM を挟んで今日のニュースをお届けします